はい、皆さんこんにちは、ラバーズ久志です。今日はですね、また中華街の備品室の前のこの素敵な入り込みのね、制作を実況していきたいと思います。今ね、野原を建てました。前回も野原建ててたような気がしますけど、今回も野原ですね。それで今下切り込み入れましたよね。これ切り込みでホームをこう刺すことによって野原が動かないようにしています。今のところね、よく見といてください。次にキングプロティアですね。キングプロティアという大きいこうお花を入れています。今ね、こう葉っぱをさばいてますけど、この葉っぱがいっぱいついてるんですよ。この葉っぱをどういうふうにさばくかで、結構こうやぼったくなっちゃったりシャープに見えたりするんで、そこはアレンジによって調整してください。今回はね、このぐらいの量で今刺してますね。次にヘルコニアを持ちましたね。でヘルコニア、今頭の出てるこう枝っていうかあれを切ってますよね。枝かな。あれを切ってこう花をこう見えやすくしてますが、これ切りすぎるとちょっとかっこ悪くなることもあるのでご注意ください。で今回横に使いましたね。いつもは立ててますけど、ヘルコニアを横に使ってきました。まあ、このヘルコニア立てるだけじゃなくて、こう斜めでも横でもね、かっこいいアレンジの机は使えますので、ぜひいろんな用途に使ってみてほしいと思います。ここで、モンステラを、ね、入れてます。2万円が入りましたね。でこのモンステラってこうトロピカル調のイメージっていう、まあ、印象もありますけれども、使い方によっては秋のこういう雰囲気のアレンジに合わせたりとか、いろんな使い方ができます。特にこう角度によって随分と形が変わってきますので、その形を変えることによって、モンステラの印象を変えながらいろんなアレンジメントに使うことができます。これを覚えておくと本当にこう用途が広がりますから、ぜひ覚えておいてください。まあ、今ヘルコニアケイトウを入れましたね。今回ケイトウは立てるんじゃなくて低く入れてます。低くこう面として使ってますね。このモンステラをこうベッとまっすぐ、ちょっと話戻りますけど、入れると本当にトロピカルなイメージしかないので、今ねここ入れたこの茶色いっぽい葉っぱあったじゃないですか。これは、今も入れてます。ブロンズリーブスといって、これアンスリウムの葉っぱなんですね。全然見えないでしょ。こう観賞用の葉っぱです、アンスリウムの。よくこうアンスの葉っぱって葉っぱだけでも出回ってますけれども、この葉だけで出回ってるアンスリウムというのは、割とこう花はねほとんどこう印象、こう大きいアンスリウムの花じゃなくて、こうちっちゃいこう芋の花みたいなのが作るタイプが多いです。割とこう大きいものだけでフォルムが出来上がってきてますね。これであらかたこうアレンジメントの形が出来上がってきました。今、今度はドラスナを入れようとしています。まだねこれ多分迷ってますね。いろいろとどういうふうに使っていくか迷ってます。少しこう形を変えて長く使おうとしてるんでしょうけど、まだここだと長く使うかどうかも分かんないですね。結局1枚にして長くして使いましたね。で今葉っぱをこれ前回も言いましたが、くるくるくるってやって入れました。このくるくるくるってやったのは、ドラセナとかはみんな葉っぱそうなんですけど、こう葉っぱがよれてます。それをこうくるくると言って形を整えてからアレンジすると、アレンジメントが数段美しくなりますね。
はい、ここでリンドウが出てきました。リンドウは、リンドウも今回は色で使ってますね。長くラインで伸ばしていくんではなくて、こうブルーの、今のリンドウってちょっとミヤマっぽいリンドウなんで、少しブルーが深い濃いブルーなんですね。また場所をちょっと変えますね。手前の方でこうブルーを出していこうということに変更したんだと思います。アレンジメントも途中でこう考えが変わることってやっぱあるんですね。ただそれはあんまり考えが変えすぎてこうあちこち刺すとフォームがぐちゃぐちゃになっちゃいますから、まあ、基本的にはこう一発で刺していくのがいいんですけれども、まあ、途中でね多少こう考えが変わっていくことがありますから、さっき短く入れてたとこ今長く入れてますもんね。なんとかちょっとね、リンドウ。やっぱり長さが足りなかったってことでしょうね。はい、ドラセラの葉っぱをまた入れてますね。あ、そうじゃないか。ここでヒペリカムの紅葉を入れてくるみたいですね。ヒペリカムの紅葉を入れておきます。これでまたね、ぐっと秋の色が深まっていきますね。確かこの辺りでね、電話がかかってくる、 iPhone で撮ってるんですけど、かかってきて動画、あ、ストップしました。はい、こちらで完成ですね。ぜひこの完成図を見てください。すいません、途中でもう最後のところですけれども、グリーンのね、今菊が入ってると思いますけど、ここのところだけこう動画が止まってしまった、アクシデントがありました。ちょっと電話がかかってきたんだと思います。こちらぜひ皆さんも制作してみてください。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思いますので、下のリンクからお願いいたします。あとこちら大リース展が2015年、もう11月17日もうすぐですね、開催場所、横浜山下公園の日本郵船氷川丸で行います。リース150点が船内を彩ります。とても見応えのあるリース展ですので、ぜひ皆さん見に来てください。ではよろしくお願いいたします。あと高評価お願いいたします。